Fire HD 10タブレットのニューモデルが、amazonco.jp で2019年10月8日に発表されました。2019年新型。発売予定日は2019年10月30日となっています。旧型 Fire HD 10 2017以来、2年ぶりの新型。プロセッサがオクタコアに強化され、メモリは 2GB で継続。これにより全世代機より 30% 高速化したという。サイズや重さはほぼ同じ、カラーバリエーションが3色に増えた。USB で Type-C を新採用。Alexa 対応、ショーモードも使えるのはこれまで通り。マイクロ SD カードスロットあり、512GB まで対応。充電時間約4時間で、最大12時間使えるバッテリー。10.1 インチの大画面ディスプレイ、解像度 1920×1200 の 224ppi。Fire 7タブレット、Fire HD 8タブレットより大きい画面で見やすく、性能も最上位のフラッグシップモデル。旧型の良い部分は残され、加えていくつかの部分でスペックアップ。端末として良くなった2019年の新型、それでいて値下がり。32GB モデル 15,980円、 64GB モデル 19,980円。 コスパ最高な大型タブレット端末として、新型 Fire HD 10タブレット2019年モデルはおすすめです。この件についてブログ、 F タブレットブルーで詳しく解説しましたので、アクセスしてください。動画説明欄にリンクあり。動画を気に入ったら、いいねボタン、チャンネル登録。Please subscribe to my channel. 画面の丸いアイコンをタップしてチャンネル登録。新しい動画を毎週追加しています。他の動画もぜひご視聴ください。